こんにちは、キョルジャ GP です。今回は、本屋で、こんなのを見つけたんで買ってきました。ダイソーデラックスのファンブックの、ガブリンチョ2号、いつの間にか出てたんですね。8月の28日が発売日のようです。値段は780円ですね。前回の1号では、クリアラメの充電池がついてたと思うんですけど、今回は、充電池はついてないです。付録としては、ダイソーデラックスの、ファンブックなんで、恐竜レッドカーニバルのダイソーカードが付属しています。そして充電池ブレイブ立体図鑑ということで、何やら面白そうな、付録もついてます。他にも超限定付録としてガブリンチョ DVD、DVD もついてるんですね。この3点が付録になるんですけど、それで780円で、結構本も分厚いんで、中身としてはダイソーデラックスの、カードの情報だったりとか、結構、面白い感じになってます。では付録を、見ていきたいと思います。中にこんなのが入ってました。上がカードかな。はい、こんな感じで、あ、かっこいいですね。なんか CG っぽい恐竜レッドカーニバルが描かれたカードが入ってました。名前はカーニバルフィニッシュとなってます。ゲームやらないんで、これがデータがどうなのかはちょっと強いとか弱いとかは分かんないです。そして下が DVD かな。はい、こんな感じで、意外と凝ってるラベルがついてる DVD ですね。中身としてはダイソーに関連したムービーのようですね。結構ゲームセンターとかだと、結構周りがうるさいんで、ゆっくり見る機会とかあんまりないと思うんで、まあ、こういう風に、ゲーム画面がおそらく見えると思うんで、こういう形で、ゲーム画面を見れるのはちょっと嬉しいですね。そしてこれが充電池ブレイブ立体図鑑ですね。こんな感じで分厚いんですよね。あ、すごっ。あ、これ結構すごいですね。なんかもっと、チープなのを想像してたんですけど、紙ではない、なんか、樹脂っぽい感じの素材に紙が貼っ付けられてて、こんな感じで、切れ目が入ってるんですね。そしてこのように、取れるんですね。しかも取ると、あ、すげえ、両面ちゃんとできてる。すごいですね、これ。両面ちゃんと再現されてるんですね。ちゃんとブレイブイン状態が再現できているようです。そしてくり抜いた中には、この充電池の説明と、ここに書いてあるのは充電池の音声ですかね。これが1番から あ、すごい、ちゃんと飛ばすピノもあるし、ガブルアームドオンもあるんですね。これ意外ですね。これ映画でしか出てきてないんですけどね。そして1プラスだからカーニバルですね。デーボスインもあるし、これはあれか、なんだっけ、スピリットインですか、それとも、これは中を開ければわかるかな。あ、やっぱりスピリットインですね。デスリュージャーの充電池かな。そしてこれはデーボスインの飛ばす機能。中にこんな感じで遊び方が書いてあるんで、この充電池を使っていろんな遊び方ができるようです。充電ブレイブボックスに似たような感じで、両面、しっかりできているんですよね。結構ね、頑丈なんですよ。そして最後には、次回のダイソーデラックスファンブックの、3号が発売決定ということで、なんとゴレンジャーの充電池、スーパー戦隊充電池の、ゴレンジャーがついてくるそうです。ちなみにスーパー戦隊って音声は共通じゃないですか。なんか噂によるとガブティラデカーニバルには充電池の認識機能があって、なんかスーパー戦隊ごとの名乗りとかが出るっていう噂があります。噂なんで本当かどうかは分かんない。ということで今回はダイソーデラックスのファンブックの第2弾、ガブリンチョ2号をご紹介しました。